第三戦車大隊による船吉戦車の機能展示をご覧いただきます。令和4年度末をもって第三師団が地理気配ベースと改正されることから、船吉戦車が師団創立記念行事に登場するのは今年が最後となります。そこで今回は船吉戦車の特徴的な機能の一部である低制御及び超新展開をご覧いただきます。